感謝状を受け取ったのはセブンイレブンハートイン JR 呉駅店の店長長沖佳代さんと従業員の山下康介さんです。山下さんは今月5日の夕方、電子マネーカードや通帳を持ったままレジに並ばず困った様子の高齢男性に気づき声をかけました。おいくらほど購入されますかと聞いたら、まあその30万だったかな、まあ答えられたので、高いし、まあその携帯も古いガラケーだったので、ちょっとどう考えても欲しいなと思いまして、はい、男性はインターネットの未納料金があると電話で言われ、電子マネーで支払うよう指示されていました。山下さんは詐欺を疑い長沖さんに相談。長沖さんは男性と一緒に交番へ行き、警察に事情を説明しました。男性はその後店を訪れ、長沖さんに感謝を伝えました。本人さんも安心したような顔をされてたので、はい、よかったと思います。県内の特殊詐欺被害は去年を上回っていて、警察が注意を呼びかけています。